ちは、ケリーです。はい、ということで、本日は、生理後爆食密着。普通さ、普通生理前の爆食でしょ？ YouTuber さんは大体やってんの。思いっきり生理後、今、一番メンタル落ち着いてますから。ただ私の場合は、生理前に本当に異常になるだけで、別に常に異常なんでね、私の食欲っていうのは。常に異常なもんでこんな風になってるもんで、関係ないです。だから、生理前、メンタルがやばいからもう自分を甘やかして爆食しちゃおうの気持ち、よくわかります。それはもうずっと続ければいい。ずっと続けます、そんなのは。でもさ、生理前ってメンタルやばいじゃないですか。で、メンタルやばい時に爆食したら、もっとメンタルやばくならない？皆さん、わかる？この気持ち。また食べてるってさ、一瞬じゃん。わあ、美味しかった。あ、お腹いっぱいってなるじゃん。生理前、メンタルがやばい時に爆食すると特に。じゃない？私はそうで。だから、もう逆に、メンタル今一番落ち着いてる時、もう今一番落ち着いてるからね。ほんと何年ぶりってぐらい、4年に一度、もうほんとオリンピックと同じぐらいの感じよ。その感じで今、ここ最近で一番落ち着いております。なので、やっちゃおうと思って。で、朝からケンタッキーをもうね、ぶち込んでやろうと思ったんですけれども、まさかの、臨時休業。臨時休業。これもね、生理前、もし爆食しようと思って、行ってた場合、結構チャリこいだよ。電動チャリでさ、わー行ってさ、ケンタッキーって言ったら、臨時休業。もういつもだったら、いつもだったらとか生理前だったら、まただよ。またこうやってついて、もう終わり。ケンタッキー休業。こんな日に限り、消えたい。です。いつもだったらね。いつもなら。でも今日は、生理終わって、メンタルが一番安定してる、タイミングなので、バーって、チャリンコ結構こい、ケンタッキーだーってパッてついて、休業、臨時休業。終わり。終わった。私こんな、いつもこんなんで、人生、終わった。これで終わりでした。こんなことめったにない。最高です。なので、はたまた、チャリンコをもう何十分も爆走させて、じゃん。朝から、カレーいっちゃいたいと思います。カレーね。とはいえ私、やっぱり一人で、なんかご飯を食べたりするっていうのはまだ苦手なもんで、ネットで調べて、お持ち帰りができるところ。ここってお持ち帰り、いや、でも、記載されてるけど、でもお持ち帰りってできんのかなみたいな。ちょっと怪しいところとかにはやっぱり行きたくないので、確実にお持ち帰りができるところまで、チェレンコ飛ばして行ってきまして、これを、今日、ね、第一食目として、爆食一食目として、食べていこうと、思います。で、今日は、お子たちにはもちろん、お家帰ってきたらね、夜ご飯今日は生姜焼きにしようかなと思ってるんですけど、ケイリー今日は、自分が作ったもの食べません！全部買ったる！全部買ったるんや、今日は。もうこんなんも、生理前メンタル終わってる時できないからね。もうだって、生理前メンタル終わって、もーってなってお惣菜買ってきたことに対しての罪悪感の方がすごいんだから。またそれで病むんだからさ。生理前だからって。お惣菜買ってきバカみたいってなるんだから。でも今日はもう何とも思わない、何とも思わないことなんてないんだから、今日はそれを楽しんでいこうかなっていうふうに思います。まあ見ていただいた方が早いと思いますので、こちらの動画ご覧ください。どうぞ。ケイヨペ。はい、ちゅうことで、これね、食べていこうかなと。あーりゃ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 、結構、これね、じゃーん。で、これは、ケバブロール？ケバブロール？で、見て。あ、美味しそう。もうこんなんも使うからね、ティッシュも買いに行かなきゃいけないなって思いながら、トイレットペーパー
いいんです。今日は何とも思わないということで食べていこうと思います。じゃあまずはこちらのわーケバブロールから食べていこうかな。うまそう、大好きなんだよねケバブ。お家で作れるないこともないけどさ、やっぱさ、なんか外食とかテイクアウト系するときってさ、そこならではのやっぱね、お家で作れないもの食べたいもん。いただきます。うーん、ほぼお肉と野菜ですからね。こんなもんは罪悪感ゼロです、いつにも増して。これね、キッケと作ったコップです。はい、では続いて、じゃーん、あ、これカレーとビリヤニ、カレーの炊き込みご飯をちょっとこれ食べようかにゃっと思いますと。うわ、これもさ、家でできないじゃん。これ細長いお米売ってないし、どこにも売ってるけど高いでしょ多分。いただきます。優勝、うまっ。絶対出せないもんね、お家でこの味。これ美味しい。美味しすぎるんやが。こんな美味しかった？こんな美味しいのビリヤニって。うん。続いて、じゃーん。これなんかセットでついてた？タンドリーチキンかな？わあ、すごっ。骨付きじゃんよね。どう食べよう。ちょっといただきます。こうやるよね、なんか海外のさ、美味しい時、何なんだろうこれ。これをね、こうしちゃって、うわあ、こうしちゃってこう。目代わりで買った特茶。美味しいじゃん。これで痩せられるの？すごいじゃない。だってさ、今日結構チャリンコこぎこぎしたよ。で、私なんかグルメのためならどこへでもみたいな感じなんですよ。
まあ見ての通りね。だから全然チャリンコで美味しいところとかだったら行っちゃうわけ。やっぱせっかくだしさ、外で食べたりテイクアウトするってなったら絶対に美味しいものを食べたいっていう思いのもと行ってるからね。そうだから今日は結構チャリコイだから、で特茶も飲むでしょ。で今日行きたいところがあと2軒あるんですけど、そう食べようって思ってるものが2軒あるんだけど、それももう何十分も結構な距離チャリンコ漕がなきゃいけないところなんですよね、私が食べたいところって。そうなったらもうダブルパンチでさ痩せちゃうじゃん、逆に。こんなもん絶対そうだよね、痩せこけちゃうよ。うん、うん、なるほどね。なるほどね。なるほどなるほど。なるほどな。なるほどね。ああなるほどね。なるほど。そういう感じね。あるある。いっぱいとはいえね、とはいえこっからが本番なんで、おデブちゃんっていうのはお腹いっぱいになってから入るっていうのが私たちの特徴なんでね。レモンなんて絞っちゃったりしたらね、レモンなんて絞っちゃった日にはあなた、あなたこれなくなったもん。透明になった。どういうこと？お腹いっぱい。お腹いっぱいだよ。何これ？何この量？朝から何この量？余裕だと思ったのに、余裕だと思ってるのにね、これすごいあるあるですよね。ごめんなさい、いけると思ってんのよね。だってほら今もすごいもん、こんだけ食べたら言っても結構食べてるからね。こんだけ食べたらもうこの時点で私罪悪感すごいけど、生理前だったら何とも思わないもんね。ということで、これは、ゆっくり この子とね、あとこの子たち一旦、ゴゴドラ見ます。ここでゴゴドラ見て、あとで絶対に、私絶対残さないんでね、ご飯残すのだけは絶対にNG なんで、食べるんで絶対に。ゴゴドラ見まーす。ゲイヨペ。あとこんだけ、あと、思いっきり飛んだ今。ねえ、カレーがさ、カレーが飛ぶって、まあ私はよくあるんですけれども、はい、よく飛ばすんですけれども、それにしたってこれもね、生理前だったの。向いて選択肢の巨匠カレーなんてってなってたけど、まあいいでしょう、
ズボン黒いし、一緒、あ、うん、あ、素晴らしい、うん、えんちゃん、いいよいいよ、もう。はい、ラストスパート、いきたいと思う。うわ、すごい飛ぶな。うまっ。いいよ。完食、美味しかった。非常に美味しかったです。ということで1食目終わり。ケイヨペ。はい、ということで、昼間昼ご飯の爆食タイムございますけども、見て、びしょ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 でしょ、前髪が、うん、ケイリ、雨の中チャリンコを鬼のように爆走させ、何十分こいだ、何十分こいだだろう、往復1時間ぐらい漕いでんじゃない、の中、唐揚げ弁当を買ってまいりました。もう、すごいでしょ。雨の中、チャリ爆走させて、いける?普通。普通この唐揚げ弁当1個のためにいける?行くよ。こんなんも生理前じゃもうとてもできないからね。もうだって できるだけ外出たくないんだから、生きるためにしゃーなし外出るけど、なるべく家出たくないんだからさ、こんなもん。でも今日はこれも生理後だったんで、食べたいがために行ってまいりました。いきますよ、オープン。すごい、見て、ご飯がさ、出ちゃってらー、出ちゃってらーね、すごいじゃんこれ。これをちょっと、ご飯は、半分は夜ご飯にちょっと合わすとしまして、これは後で食べますね、夜ね。よいしょ。でじゃん、ほんとそ、あの、ごめんね。ほんとごめんなさい。あの、お行儀悪いけど。これあの、かつお節のパックにそのままね、あの、ちょっとお醤油を入れさせていただいたもので。こうするとね、ゴミが出ないからね。もういいじゃんね。一人でやるときぐらいね。こう、こう。で、ここ、おかかをこう乗せたりなんかしちゃったりして、こう、私、のり弁が好きでね。お弁当のあの、しなしなの、ホットモットとかさ、オリジンとかのさ、のり弁。あれ、世界一うまいでしょ。あれ。これをちょっとこしらえていきます。自家製の。おー、デブちゃんは好きだからね、こう、あの、アレンジ加えんとか。もう、もっと、美味しい食べ物の、美味しい食べ物の食べならどこでも行くしね。もう、ご足労をかけまくるよ。もう美味しいもののために。ご足労をかけて、かけて、かければかけるほどいいんだから。美味しいご飯のためにはね。そう。で、こう、こうして、はい。これね、入れました。これ、はい、全部入れまして、そしたら、おのりちゃんね、あー、これね、こうペタッチュのがいいんだからね、うん、あー、はいはいはい、ペタペタ。はい、じゃじゃーん、勝手にのり弁完成でございますけれども、これね、あー、これね、のりのゴミもさーなんてやっちゃったりして、いいの、セリアトラが許したの。はい、ということで、これ海苔って、海苔ってばさ、あの、しなしなであればしなしなである方がいいのよ、私はね。私なんか、僕パリッとした海苔弁がお好きな方もいると思うんですけど、いらっしゃると思うんですが、あてくしは、しなびた、しなびてるおのりちゃんが好きなもんで、こうしょう、はい、ちょんちょんちょんとね、はいはいはいと、ちょっとしなびさしておきまして、
お茶でも飲んでね。これ特茶ね。もう今日雨の中、今あの行ってきて特茶で、今8000キロカロリーぐらいかな、消費しちゃったんで、これで今だから8000キロカロリー消費したでしょ。雨の中爆走、ちょい爆走させて。これ飲むことによって一口600キロカロリーずつ減っていくから、痩せちゃうね今日も。今のでな、今ので何キロカロリー減ったかね。今すんごいゴキゴキってたけど、何か言った？何か言ってた？はい、ごめんなさいね、ちょっとお尻がかゆいんですけれども、そんなことは置いといて、拭きますからね。はい、お尻ってか中は書いてないからね。そのあのあれだから表面というかさ、まあ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 拭きますんで。ということで、おのりちゃんがしなびってる間、もうちょっとしなびさせたいかな。なんで、先に唐揚げちゃんを食べていこうと思います。うわー、すっごい。でっかいよ、ほら。見て。私の顔よりは小さい。ほら。ねえ、さすがにね。いただきまーす。今さ、ランチですとか言いながら、まあもうちょっと夕方っちゃ夕方なんですけど、夕方っちゃ夕方っていうかめちゃめちゃ夕方なんですけど、好きなんだよね、あの2チャンネル見るの。大人になってもなおね。見ちゃわない？なんか見ちゃうんだよな。お子たちと一緒に見ちゃうもんね。なんか面白いんだよね。なんか2ちゃんってつけちゃわない？そんなことないか。私だけか。まだいるわ。まだいる。あいつまだいる。あいつまだ腹の中にいる。やばい。やばいな。全然お腹いっぱいじゃん。半分食べて全然お腹いっぱいだや。何が爆食だや。雨の中めっちゃチャリこいやのに、お腹いっぱい。どうしておかしいよ。ゲイヨペ。そう、これ食べきれないだろうなと思って紹介するの夜にしようと思ったんですけど、これも実は買ってきてました。ということで、昼ごはん帰ってきた。楽しよく。ゲイヨペ。ちなみにベビちゃんたちはこちらの生姜焼きと味噌汁ときゅうりのピリ辛きゅうりでございます。いただきます。いただきます。
はい、ということで夜ご飯でございます。夜ご飯は、実質もう4回ぐらいは私が動画で食べているけれども、食べてはいるんだけれども編集していなくて、一度も出ていない、もしくは2回目とかの、登場になっているこちら、日高屋さんの爆弾炒めでございます。これ大好きで、私日高屋の爆弾炒めが、これなんか大体のものはお家で再現できるんですけれども、飲食店のものってこれはなんかできない、なんか日高屋さんでしか食べれない味な気がするんだよね。なんかこう中華屋さんの味がする。これを夜、もうこれともご飯だけ、もうええのそれで。ベビーたちはね、さっきの食べてますので、いただきます。これさ、何本飲んでんだよって話だよね。1日1本にしろよっていうふうにはね、一応書いてあるんですけど、まあまあとりあえずいただいていこうと思いやすと。うわー、これやこれ大好きやね。これ悔しいな、これお家で再現したいな本当に。完食いたしました。意外と早かった、全然まだいけちゃうな。ケイヨペ、これうまい、マスになったマスになったやばい回ってる？あ、回ってる。やべえ。ファミマのクッキー&クリームバー、これを見てくださってるあなたたちだけに教えます。はい。さて、あいつらを手軽にギュッてしたのがこいつや。はいね。誰食べ過ぎていたの？幸せだった今日一日。バイバイ。皆さんもぜひ爆食いしても太ってもメンタルを保てるメンタル良好生理後爆食やってみてね。バイバーイ。